はい、ではマンダラド、ヤグラオ君をゆっくり、回ってみましょう。今日はもうね、夏の天気になってますから、もう25度を完全に突破して、強烈な日差しがね、照り輝いてるな。あそこにずっと五輪の塔がね、櫓があって五輪の塔があります。この下はね、まだ掘り返してませんね。ここもね、2層になってるし、この下はね、スクワットもね、崩れちゃってるよな。ここは1、2、3、本当は4層あるんだね。ここは本当にここは見るとだね、円形状にずらっとね、取り囲んでましょうね。そしてあの部分に一応火葬場があったと。これは一応だよね。そしてこの奥にまだあるんですね。ここに恐竜時代からのね、一段の一種の何とかというのこの山一体がだからね、全部こういう風な、石積み、石敷きか、石敷き遺構、今だから小さな遺構があったと書いてるね。小さな遺構と、それから頭蓋骨遺構が埋められている穴を発見したと。最高の感じだね。